それでは社会調査の基礎のこの3回目の授業5月12日の火曜日の授業のですね2番目の映像を始めたいと思います、えっと、出ているように、まあ、今日のお話は理論編の第2回ということで社会調査のもたらす影響について話したいと思います、えっとまあ、今日これもですねいつもの通り私の方で作っている教材資料の解説となりますので LMS に アップしてある理論編第2章の内容をご覧になりながら聞いてもらえたらと思いますで,ではですね、その資料をちょっと出してみますこちらですね、第2項ですね何を生み出す調査かというタイトルの資料です ではあの始めていきますけれども、あの端的にですねこういうテーマです。社会調査、これはどんなためにやるのかという話は、えー、前回もやりましたけれども、それを、まあ、もう一度考えていくという感じですね。それを特に、どんな結果が生じるのかという点からですね考えていくというものです。えー、これはですね 皆さんが社会調査を行う場合もそうですし、国の観光庁や、あるいは大学の先生方が調査を行う場合にも重要なことですね。もちろん、調べ事をして、えー、そこから何か発見を生み出すことが大事だという話を前回してきたんですけれども、単に、じゃあ科学的発見が得られました、素晴らしいというだけではないはずなんですね。 社会調査というのは、前回もお話したように、伝言ゲームのような形をとります。なので、いろいろな人の関わりによって生じるわけですね。ですから、その関わった人たち、それぞれに対してどういう影響が生じるのかということを、えー、あらかじめ整理しておかないといけません。今日は、まあ、そういったそれぞれの人への影響を見ていきます。まあ、その中で、まあじゃあどういったことをですね意識すればいいのかというようなことも、 考えていきたいと思います。まあ一ページ目のですね内容はまあそういった問題提起をしています。今は省略いたします。二ページ目見てください。はい。まあ今からやっていくのは前回も使ったようなこういう図のですね。それぞれの立場の人たち、調査協力者、調査実施者、そして 調査利用者というそれぞれの立場の人たちがそれぞれどんなことを思ってですねこの調査に協力したりこの調査を実践したりこの調査の結果を利用したりしているのかということを掘り下げていきます見ていくと分かるようにあの社会調査の授業ですから一応私たちこれからですね社会調査の実施者の目線でお話を進めていきますけれども その実施者とい、まあ、わば異なる思,思惑を持ってるです、ね、人たちがいるということが分かってくるはずです。また、調査実施者と、一言でこれまで言ってきましたが、実はです、ね、この調査実施者、1人では成り立たないので、いろんな人たちがいるわけです。この人たち、それぞれの関係はどうなっているんだろうということもです、ね、やっていくと。これがまあ今回のまあ主な内容となります。 以上ペペーージジでした。3ページ目入ります。順番にですね、まずは調査協力者との関係についてお話ししていきます。調査協力者と調査実施者の関わる点というのは、情報を収集するところですね。最近どんなことがありましたかあるいはですね、今この町で起こっている出来事についてどう思われますか等々ですね、情報を、 得ていくわけです情報収集と言いましたね。これがどういった影響をもたらすのかということを少し考えてみましょう。<laughs> それを考える上で、先ほども言ったように、どんな人たちが乗車協力者なのか、押さえておく必要があります。まず、その人たちの立場。ほら一個一個あの覚えなきゃいけないとか、そういう話じゃありません。いろんな方がいますよねというわけです。まずですね、乗車協力者といっても、 全く調査実施者と無関係とは限りません。調査の発案者。例えば私たちが行っている、例えば商店街の活動について、大学の先生方の方で調査をしてください。というふうに発案をして依頼をしてくる場合とかもあるんですね。そうすると、その人に話を聞きに行くことになります。 というわけで、調査にかなり関わっている人もいるわけですね。あるいは、あの大学の心理学の実験なんかではですね、えー、調査に協力してくれる人を、あるいは調査に参加してくれる人を募集しますというふうに、その、掲示をしたりします。これに対して、自発的に応募してくる方もいたりするわけですね。多少関心がある人と言えるでしょう。それに対して、もっと単純に、 例えば、街角インタビューでも構いません。大学の人や、例えば報道機関の人が、ちょっとすいません。お話を聞かせてもらっていいですかあれは、アンケートに答えてもらってもいいですかっていうふうに依頼される場合がありますね。この場合は、自分から望んだというよりは、まあ、足を止められたからですね、嫌、まあ、をなく応じたというような場合にも、場合も生じるでしょう。このようにいろんな 方が調査協力者としているわけですじゃあこの人たち一体何を期待してですね調査に協力するのかこれは一概に言えませんけれども、まあ、いくつか挙げてみました世の中の真実を究明したい、究明してもらいたいあるいは自分たちの記録を残したい自分たちの声をメディアに伝えたい、まあ、いろんな思いがあるでしょうあるいは別にそういった大それたことではなくてもですねカメラが向けられた。 インタビューされた、じゃあ何か話してみたいなっていうような程度の期待があることもあると思いますし、あるいはこの話す内容そのものではなくて、ですね何かお話ししたけれども、これ一体どこに伝わるんだろうか、それをちゃんと教えてほしい、実は秘密な内容を話したから、それが他の人に伝わらないようにしてほしい。と、まあ、とうとう その行き先を管理したい、コントロールしたいという場合もあるでしょう。このように、調査協力者がですね、その調査に協力する場合、この人の考えや状況によっていろいろな期待が生じます。このようにいろんなですね、考えや、まあえー、期待があると考えると、じゃあ、調査を実施する人はどんなことを考えればいいのでしょうか。これをすべきこと。 まずは当たり前ですが、協力者がです、ね、何か希望や要望、意見を伝えてこられたら、その意見を尊重しなければいけませんね。例えば、これについてはと提供したいお話だ、でも、提供したくない話もあります。こういった場合には、お話をさ,されたくないと思っていることを無理に求めてはいけないはずですね。 あるいはインタビューの結果からこんなことが分かりましたと調査実施者が言いたいとしてもご本人たちがいや、そんな結果結論出してくれるんやったら僕は協力したくないなとかですねいや、そういう結論出すためだったらいくらでも情報提供しますよというようなことって現に起こり得ますそういったこともですね考えると まあ、嫌がる方に無理いするのは良くない。しかし、一部の人たちだけの意見を集めてもやっぱり良くない。というふうに、この調査協力者の意見を尊重しながら、調査を純粋にやっていくということが必要となったりいたします。じゃあ、どうすればいいねなかなかですね、一筋縄ではいかないんですが、えー、最低限、こういったことは必要と言えます。B、調査にあたっての指針として、 例えば、丸一番。まあ、個人情報に代表される情報の管理ですね。例えば、あなたのお名前は出しますよ、出しませんよとかですね。きちんと説明して、その人が安心できるようにしなきゃいけません。家庭の説明。ね、ここで聞いたお話は、ここでカメラに収めた写真は、どこどこどういう経路でですね。 使われるんですよ誰々が分析を実施してどの番組で報道されるんですよまあ、こういった情報のその流通過程をですね説明する必要があるでしょうまあ、このように調査を実施する人の都合だけではなくって調査協力者の考え方などを踏まえながら丁寧にいろいろなステップを重ねてい,けないかなければいけません 以上、非常に原則的な話でした。以上の話を踏まえて、この問題、ちょっと見てみましょう。誤りの箇所を正す。<laughs> 調査協力者の情報を当人に無許可で収集すること、盗用に当たると書いています。この無許可で収集することを盗用というかどうか考えてみてほしいんです。 まあ、実はまあ初めて聞く話かもしれませんので、難しいかもしれませんが、実はですね、まあ、特にこれに関しては具体的な名称がありません。まあ、無断で調査を行ったものとかですね、えー、言えるでしょう。じゃあ逆に、東洋ってどういう意味なんでしょうね。これは一般的に他人の、あるいは他の報道機関、他の研究者の 試験を日常的な言い方で言えば、パクることですね。あるいは盗むことですね。これが盗用です。したがって盗用というのは当人に無許可で情報収集することではないんですね。例えば隠し撮りとかですね盗撮とか言いますけれども。 それはこの社会調査の言葉では東洋と言いません。ご注意ください。はい、これがまずは3ページ目の内容でした、はい。次のページに行きます。4ページ目。以上のような調査協力者との関係についてもう少しその順を追って見てみましょう、えー、いくつかのです、ね、段階があります。まず1番目にどんな関係が築けるのか。 こういう段階があります。特にこれはですね、えー、何度も何度もインタビューを重ねて、あるいはその生活の中に入っていって、フィールドワークをする場合などに大事にしなければいけないことです。調査をする人、調査に協力する人、それぞれがですね、 対等な人間関係を築かなきゃいけません。調査者は、自分がなんで調査をしたいのか、何を知りたいのか、はっきりさせなきゃいけません。ちゃんと協力者のことに関心を持たなきゃいけませんね。その相手に興味なくですね、なんかこう、こういうことを知りたいからといって、えー、勝手な思いで入っていく、えー、地域社会に例えば入っていくなんていうのは、あまりよろしくないでしょう。そして他方で、調査に協力してくれる人が、調査を 実施する人に関心を持ってもらえるようにですね頑張らなければいけませんね。でかねまあ、このような、いくつかですねその関係を築く上で重要なことがあると思います。この上で大事だと言われること、これは教科書にも載っているような内容です。信頼関係を築くということです <laughs> これに関して重要なワードは赤文字になっているう通りラポール。 ですこれは、まあ、あの信頼関係と簡単に訳されることも多いですがもうカタカナのまま覚えておけばいいでしょう適度な信頼関係適切な信頼関係のことですそういった信頼関係が調査者と利用者の間になければそれは例えばこ,うこれこれについて教えてくださいこんなことも調べさせてくださいとあれこれ頼むことができないはずです こういったラポールが全くなければ、それは社会調査を行う上でちょっと問題があると言えるでしょう。逆もあります。オーバーラポール。あまりにも信頼関係があって、こう関係が親密になりすぎる。というとですね、少し良くないわけです。さて、こういったラポールについて、もっと本当は丁寧に説明する必要があります。この授業ではですね、今回から、 この教科書を用意してもらっているかと思います。このページ番号なんかもお話ししながら説明をします。教科書の内容まではですね、なかなか授業で取り上げられないので、まあ、このページを見といてくださいねという形でご紹介をするわけです。さて、大事なワードが出てきたらどうするか、目次、失礼、作品がありますね。例えばこの 今見ているラポールということに関しては、まあ、ちょっと見にくいと思いますが、作品を見ていただくとですね、見つかります。こういった重要ワードについては、作品から、あ、何ページに解説があるんだな、ということを確認して、皆さん自らでですね、勉強を進めてほしいと思います。今の場合は、ラポールが最初に出てくるのは15ページとありますから、15ページ開いてみましょう。 するとですね、まあ少しちょっとちっちゃい場所ですけれども、まあ、この説明の文中にラポール、信頼関係が不十分であるため、嘘の情報提供を受ける場合があるなどといったことが指されています。これが15ページですが、これはラポールがないと良くないことになりますよという例ですね。次に出てくるのは134ページです。 134ページの方には、例えばアンケート調査の時に、ラポールが気づけていれば、部分的に普通であれば、プライバシーの情報と思われることにも、あなたのことは信頼しているから、他の人には言わないだろうと思いますので、お話ししてもいいですよ、このように調査で必要な情報を 提供することに協力してくれることになるでしょう。まあ、このようにですね、まあ、ラポールが適切に持たれているということが必要に重要です。押さえておきましょう。注意事項として、ラポールというのは人間と人間の関係なので、とりあえずちゃんと調査の趣旨を説明しておいたからええやろとかですね、何かをやったらそれではい、OK というような簡単なものでは、 ありません常に人間関係だということを意識して丁寧に信頼関係を築いて保つことが求められます。さて、えー、じゃあ人間関係の問題かそのようにだけですね考えるとちょっと、えー、問題もありますきちっとですねどういうふうに調査を進めていくのかということをはっきりと定めておくことが必要です。 例えば、こういうルールでやっていきますよとかですね、えー、協力していただきたいと言ってお願いするんだけれども、こ向こ,こういうような権利はありますよとかいうふうに、協力者に何か不利益が生じることがないように、いろいろな配慮をちゃんとした文章で設けておくということがとても大事になります。これに関しては詳しくは実例考察や実践編で見たいと思います。 次のページに行きます。こういった信頼関係等が築けたら今度はですね、具体的なその情報の内容やその内容がどこで使われていくかといったことについての詳細な説明が必要となります認識をすり合わせていく段階ですまずは信頼関係を築く上でも大事なことですがより具体的に言うと事前に情報をいろいろと開示することが大事です まあこれは一般的には、まあ、の医療の分野で,です、ね、言われることですから、特にあの医療関係の調査、例えば病院に入院している患者さんに、これこれ、こういう、例えば実験、えー、投薬実験を行ってもよろしいでしょうかとかですね、えー、あるいはそのご家族と患者さんと、そして地域社会の関係について、 少しお話を聞いて、研究に使わせていただけませんか、このようなお願いをする場合、ですね、えー、じゃあ、一体どういう趣旨で、どういった情報を集めるのかということを丁寧に話さなければいけないわけです。まあ、あの医療行為を行う前にね、ねインフォームドコンセントをきちっと医療行為者がしなきゃいけないということは一般に知られていますが、えー、調査、あるいは研究、分析を行う場合にも、こういったことが必要ということです。 インフォームドというのは当然、情報をきちんと与えられた状態でということですね。コンセントというのは、お互いが納得していること、同意していることですね。情報に基づく同意が必要です。どちらかが欠かかけてもよろしくない。 はいえー、こういった情報に関するですね、認識をすり合わせることは大事です。その上で、必要不可欠な情報のみに、情報のやり取りは限るべきですね。例えば、関係のない、すごい極端な例で言うと、彼氏はいるんですか関係ないですね。そういう話は聞かないし、彼に聞いたとしても、他の人に伝えたりとか、記録に残したりとかがないようにするのが一般的です。あるいは、 誰々に関する噂とかですね。とそ,その調査の趣旨に関係がなければ、ですね、えー、立ち入って聞いたりすることはおかしいと言えるでしょう。何でも情報があればいいということではないので、ご注意いただく必要があります。次、えー、例えばですね、3回、えー、10回、20回とですねインタビュー調査を連続して行うような状況が生じる場合があります。 その都度その都度、度そのですね、お互いの目的意識や、えー、コミュニケーションの状況を確認して、そして今この状態だと、じゃあ次にこんなことがやりたいというような、それぞれの意思を確認し合う、まあ、こういったプロセスも大事になります。そしてじゃあ、社会調査が終わって、例えば調査報告書が書けました、皆さんの場合には例えば卒業論文が書けましたといったら、その 結果を報告すするとということも大事です、まあ、進捗を伝えたり、ですね得られた結果について伝えたり、これを例えば誰々、えー、先生に見せるんですよとか、ですねどこどこの本の中で紹介するんですよ、新聞記事で紹介するんですよなどのことを伝えて、でそれについて、ですねあそれだったらいいですよとか、それはやめてほしいとか、ですね要望をまた改,改めて聞く。こういったふうに調査を行う前、 調査を行っている途中、その後のそれぞれの段階で丁寧に一卒を行うことがとても重要です。以上のように調査実施者と調査協力者の間での関係が大事ですよということを見てきました。誤りの箇所を立たせ、2問あります。簡単に見ておきましょう。オーバーラポールは不可欠であるが。 もうこの時点でおかしいですね。見ての通り、オーバーラポールではなくて、不可欠なのはラポールでございます。オーバーラポールはあのラポールがありすぎるやつですね。次2問目。社会調査倫理基準というものがあります。実例考察のところに掲載していますが、まあ、そういったこうプライバシーに、はい、配慮しましょうねとかいう基準、スタンダードがあるんですね。 その中では、こんなことが求められてますと書いてます。ラポールを構築する努力。あ、これが正しそうやなと思うかもしれませんが、よく読む必要があります。調査協力者が実施者から十分な情報を得られることという意味でというふうに書いてます。これは一般的にはインフォームドコンセントを構築する努力が必要だという文脈で言われることですね。なので、まあ、ラポールではなくてですね。 インフォームのコンセントと考える方がいいでしょう、はい。以上が調査実施者と協力者との関係で、基本的に、ま、あの重要な点でした。応用編参ります。1 3。実はですね、今言ったようなことをやっていけば大丈夫かというと、全然そうではありません。いくら言葉を尽くしても、いくら間違いのないことをやっていても、それでも、 調査協力者の中からですね、疑問が出される、あるいはですね、これどうなってんねんと、問いかけがなされるということがあります。いろいろあります。例えばインタビューしたんだけれども、結局自分が言いたいことを本当には言えなかったとかですね、自分が言ったことと何か違うことがですね、レポートで書かれているような、あるいは報道で言われてしまったような気がするとか、まあ、いろいろなですね、こう認識違いというのが生じます。 あるいは、えー、例えばすごい立ち入ったことを結局、聞かれてしまって持ってかれてしまったとかですね、インタビューに答えた後、後悔されるような方もいらっしゃったりします。あるいは、自分が言った話がそのまま使われるんだったらいいけれども、なんか自分が、えー、っと納得していないようなことに使われてしまった、このような、まあ、違和感を持たれる場合もあるわけです。 こういうのは基本的にはラポールがきちんと形成維持されていなかった場合に生じることですが、それでも、それがちゃんとできていてもですね、生じる問題と言えます。じゃあどうすればいいのか。これに対しては答えがありません。まず注意すべきは、このような態度を取ることは良くないということですね。ルール通りやってるから、そんなん文句言われても仕方がない。こういう態度はよろしくないでしょう。あるいは、 いや、インタビューに答えてくれるって許可をくれたじゃないか。だからもう文句を言われる筋合いじゃない。こういう開き直りでも良くないですね。ですから、まあ、一般に言えるのは、きちんと問いかけや疑問点、要望がなされたら、それに応答する態度を持ちましょうということです。大事なのは誠実さでございます。これに関しては具体的には、のーケースバイケースで考えていく必要がありますから、ここではこれ以上は 掘り下げませんこういう態度が重要だということを押さえておいてください。以上が第1節の協力者との関係の内容でした。次、第2節いきます。7ページ目開いてください。情報収集した後は、2番目。その情報やデータの分析解釈があります。これがどのような影響を与えるのか見ていきましょう。 まずこれに関わる人たち、分析や解釈を行う人たちに絞ってみたいと思います。これに対してもいろんな立場の人がいます。調査をやろうよと呼びかけた人、実際にこれを具体化して進めていく責任者、そしてそれをサポートするお手伝いの人たち、いろんな人たちがいますね。 こういったいろんな人たちがそれぞれの考え、それぞれの希望を持つ場合があります。ここでも調査実施者の期待として考えてみましょう。現実をありのままに正確に表現したい、このように考える分析者がたくさんいると思います。データをそのまましっかり分析したいということですね。 しかし、もちろんそれだけではありません。そういったデータを分析することで、売れる結果を得たい、に分析した結果がです、ね、非常に注目されて、それで自分も脚光を浴びたり、自分のお給料につながったり、売り上につながったりする場合が考えられるわけですね。そういった結果が欲しいという、まあ、ちょっと欲を持つ場合もあるでしょう。 こういった結果ではなく、過程ということで、最後まで自分の手で解釈を進めたいとか、自分が考えていたこと、思っていることを最後まで貫きたいとか、さまざまな希望や期待が生まれます。まあ、こういったことをも踏まえて言うとです、ねえー、調査を実施する人たち、自分も実施者ですが、 周りにも実施者がいます。やるべきことは、それぞれの人たちの尊重です。例えば2人とか3人、4人、5人でチームで分析する場合は、みんなが納得できる結論を目指す等々の配慮がとても重要です。じゃあどうすればいいか。あくまでも一般論ですけれども、 いろんな解釈があり得るということに対して、寛容である必要があります。データの分析から得られる答えというのは必ずしも 1, 人ではないのであ1つではないので、えー、そういったことを踏まえて、さまざ、あ、まな可能性を頭に置いていくことですね。そのためにはということで、一般的に重視されること、データに対して中立であることや公平であること、あるいは データの分析解釈にあたって客観的な分析をする、解釈をする。そして、誰かの役に立つようにということで、有用性を目指す。まあ、こういったことが大事だとよく言われます。しかし、これに関しては問題点もありますので、次のページで少し詳しく見る予定です。では、その前に5分訂正を1つ見てみましょう。調査の結果に責任を負うのは、調査責任と書いてますが、実はこれ。 受けててまして調査責任者です。じゃあということで、調査補助者はどういう立場になるでしょうか、自分の解釈や自分なりに考える分析課題を提示すること、認められないと書いてますが、そんなことはないですね。調調査査責任者だけがが何でででももかんでも決めれて調査を手伝った人た人ちが自分で 気づいた解釈を表明することが許されないなんてことは許されませんね。なので、それぞれの立場の人たちが、うんなりの問題意識、解釈を提示することが推奨されると考えられます。これも、まあ、一般論まで言っていますので、まあ、ケースバイケースで具体的にどうすべきかはですね、なかなか、えー、一筋縄ではいかないところがありますが、原則としてはこのように押さえておきましょう。では次のページでもう少し具体的に見ていきたいと思います。2の2 分析解釈のプロセスです。先ほど見てきたいくつかの原則について、それぞれ拾っておきます。まず、アンケートやインタビューのデータに向き合う前にいるような原則があります。A、中立性。ね、何かというと、例えば A さん、B さんという2人が、 あるいは A という国、B という国という二つの国が言い争いをしているとしましょう。どっちかの立場に型入れした状態のままデータの分析などを行うとデータの解釈を歪めてしまう場合がありますね。したがって偏った立場に立ったその関心はですね、ぐっとこらえて データに向きき合うべきだと言われますこれは基本的な原則ですけれども注意しなければいけないのは本当に可能なのかという点です実はこれ第、えー、1個つ,つまり前回の授業でもお話ししたように全くもって何の価値評価も行わない人間なんていません。 ですから、何らかの自分なりの価値観は持っているはずだし、しっかりと持ってなきゃいけないはずですね。有名な言葉があります。水俣病で、えー、あの熊本のです、ね、水俣病という公害病が発生したときに、大変苦しんでいる患者さんの立場に立ったお医者さんの思いです。医者が患者の立場に立っておかしいでしょうか。 患者の立場に立って、えー、その公害の場合には、まあ、痛々しいその体の変形等を生んだ有機水銀がいけなかったわけですが、まあ、このお医者さんはですねその有機水銀がいけないんだということを科学的に証明していったんですねその時に完全に中立な立場に立ってたでしょうかそんなことはありえません患者のためになるだろうと思ってその 病気の原因をですね、客観的に追求したわけです。でしょうか。特定の立場に立つことも一定程度必要だということが分かると思います。そして、全く立場を持たないということが、果たしていいのかどうか、本当に望ましいのかというポイントもあります。何も意見がない人の分析結果なんて、ただの伝え聞き、伝聞に過ぎないですよね。例えば、学者が 何か分析をした結果がですねマスコミが伝えている聞いてきた話を伝えているだけの情報と変わらなかったらいけないだろう、まあ、こんな批判がですね、えー、研究者や専門家に寄せられることというのが時々ありますですから以上のことから言えるのは自分がどういう関心に立っているのか明確な立場を掲げることです、えー、以上はこれ前回の復習でもありましたが中立性の原則には 重要性、えー、原則性と限界があるということ。頭に置いておくといいでしょう。次に B、公平性の原則。こういった原則も考えられます、えー。一部の人たちのデータや論者だけを見ると、どうしてもやっぱり偏りが生じる場合があります。であれば、一般的にどんなことが大事か。 一論変調は避けましょうと。一つの考え方だけを紹介する。一つの立場の人たちをインタビューして、その結果だけを紹介するということをできるだけ避けましょうと。こう言われるのが一般的です。その場合、じゃあどうするべきなのか。これはあのマスメディアの報道などでよく言われることです。両論兵器です。片方の人はこう言ってる。もう一方の人はこう言ってるというわけですね。このように この論争の中にある二つ以上の立場の人に対して公平に接することというのが重要だというふうに一般的に言われますしかしこれに関しても注意点があります本当にそんなことは可能なんでしょうか全く公平ということが可能なのかということですね例えば二人だけだったらいいですけども三人四人いろんな人が関わっている場合があります 完全に全員の立場を汲み取ったような調査、報道、あるいは研究、可能なんでしょうかなかなか難しいところがあります。いろんな利害関係者がいますから。そして、望ましいのかという問題もやはりありますね。一般的に言われるのは、多数派の意見というのは強く大きく報道されたり、研究、 分析、紹介されたりします。その場合に少数派の視点が消されてしまったり、あるいはその声が小さく紹介されたりしてしまいます。それを良くないと思うのであれば、書き消されてる声があるんじゃないですかといった形で、偏りに対して、抵唱を発するような調査のあり方も大事だと言えるはずですね。 したがって何でもかんでも公平であれば良いということはやはり言えないんじゃないかと。まあ、このようにですね、まあ、公平性の原則には一定の限界もあるとしばしば言われます。次に9ページ目に行ってデータに向き合う際の原則についても見てみましょう。これもよく使われる言葉です。客観性。 これは典型的にはですね、感情的にデータに向き合うと、あるいはデータに接すると、データの解釈を歪めてしまう場合があるぞ、まあ、こういった考え方からよく言われることです。まあ、例えば、インタビューなんかしていると、ですね、あの普通に、あのー、これはあの悪いことではないんですけれども、感情移入してしまうことというのは多々あります。 しかし、あまりにも感情移入してしまうとデータの解釈を歪めるぞということで、まあ、しばしば言われるのは感情をぐっとこらえることが必要だ、まあ、あの極端な言い方をすればここに書いているように無感情になることが必要だというわけですしかし、これに関しても限定留保がありますね。本当に感情って立つことができるんですか感情をなくして分析できるんですかむしろ 自分が感じた感情をうまく駆使し,して、データに対して深く読み込みを行うことなどが必要なんじゃないかと言われる場合がありますので、こういったことも気にかけておく必要があるでしょう。そして B、有用性の原則、ね。何でもかんでも客観的に分析していくべきかというと、やはりそうではないと言われる場合が多いです。やっぱり 誰かの役に立たないといけないはずだ。全く誰の役にも立たなければ、人やお金、時間や労力、さまざまなコストを払うだけになってしまいます。それではよくないですね。というわけで基本的には、誰かの役に立つような結果を探していくことが社会的に求められるわけです。ただし、これに関しても注意点があります。 非うにそういった有用性というのは可能なのか、ね、役に立つと思っていてもですね、えー、それが一部の人に役に立つだけということがあります。他方で、全然求められていない。そんな結果、誰が面白があるねんというようなものでも、それによって例えば助けられる人がいるかもしれません。このように これは有用だ、これは有用じゃないということを簡単に決めることって実は難しいはずなんですね。それから、本当に有用じゃなきゃいけないのか。という問題もあります。役に立つ、役に立つということばっかり考えて、例えば、他の人には役に立たないどころか、害悪になる場合もあるでしょう。だとすればですね、 兼役に立たないことにも重要性がある場合、あるいは有用,だ有用だと思っていたけれども、実は有用じゃないってことを明らかにすることも大事になる場合がある。このようにいろいろな可能性が考えられますので、今見てきた有用性の原則にもですね一定の注意点があるということが分かっていただけたかと思います。はいえー、このようにですね分析。 解釈のプロセスには様々なこう課題がありますので、知っておいてほしいと思います。次のページ10ページ目でその応用論点です。これに関しては本当に一筋縄ではいけません。えー、いきません。えー、これはまあしばしばですね。その調査の結果、分析の結果、解釈の結果に対してぶつけられる疑念です。本当に曇りのない目で分析したのか？ 間違ってるんじゃないか。最近もありました、えー、ノーベル賞、えー、ごめんなさい、えー、ノーベル賞ですね、数学の分野でです,、ね、すごい発見をした教授が、一部の人たちから、あんな証明は本当にはできてないんだという批判を浴びたりするとかですね、あれは逆に、研究者が発表したことだったらいいけれども、そうじゃなければ全部意味がないとかですね。 一等両断されたりとかですねまあ、様々な疑問・疑念というのはぶつけられますあるいはですねその内容はともかくですね専門家や例えば政府の見解などに対して何か上から目線で結論を出しているんじゃないかといった疑問が出されたりすることもあります こういった疑問、これはそれぞれに正当な権利だと思うことが調査実施者にとっては重要です。つまり、誰かが下した結論が唯一の結論だと考えないことですね。みんながです、ね、疑問を持って、みんながそれを批判的にもう一度考え直せるようにすることが大事だと見るべきでしょう。 そのようなわけで、専門家でなければこう文句言うべきじゃないとかですね、疑問があるんだったらレポートを読んでくださいとかいった態度をとることは傲慢だと考えられます。<laughs> じゃあどうすればいいのか、やはりこれは疑問を持つ人と疑問をぶつけられる人の間の関係性を大事にしようということに。 帰着すするのではないいかと思います繰り返しきちんと説明するこういった応答責任を果たしていくことが重要ではないでしょうかもちろん説明したからこれでいいだろうというわけではないでしょう社会調査を行う人は社会の中でそれを,のを紹介していくわけですからこんなプロセスでこのように考えて分析を行ったんだなどの説明を繰り返していくことが求められると思いますではこの 2節の単元についても5分訂正です。自分の知見に依拠して調査者の価値判断を提示することこういう結果が得られたから私が思うようにこうすべきだみんなとい,いうように発表することというのは一般の人々の個人の自由の保障につながるでしょうかこれに関しては前回お話ししたように少し禁欲的になる必要が あります例えば自分が嫌いなものがですね有害な物質だったって分かったからといって世界からそれを全てなくすべきだなんていうふうな、まあ、大それた結論を述べていいのかこれは専門家だったりですね丁寧に社会調査を行った人だからこそぐっとこらえてこれに対してはこの結果に対してはいろんな解釈 考え方があるはずだということを意識しなければいけないはずです。まあ、したがって、自分の価値判断をバーンと提示するようなことは、一般の人たちがですね、いろんな可能性を考える自由を制約するものだと考える方が自然です。二つ目、政府機関や、えー、報道機関というのは、一般的に徹底した調査を行うことで知られています。あまりその 調べた物事の結果をですねいい加減に分析することというのはないはずだ、まあ、少なくともそのように期待されるわけですね。ならば、それに異を唱えるような、全く違う結論を出すような調査知見を、他の研究機関、調査機関があえて取り組んで提示するようなこと、こういうことは、忌避される、自粛すべきである。 こう考えるべきでしょうか。これはやはりおかしいですね。いろんな人が同じ問題に対して調査、分析を行いたい。こういうことはしばしば生じます。それもその調査実施者が誠実に行うんであれば、歓迎されるべきことですよね。決してこのように忌避されるとか自粛すべきだというふうに、 なんといいううか制約するべきものではないではしょうむしろそういったことが求められることも多いですね、第三者機関による調査で全く違う結論が出てくる、えーま、従来は軽視されていたような考え方も大事だと評価されるということが多くあるはずです。自粛されるべき理由はないと言えるでしょう。このような考え方であの間違った文章があれば気づいてほしいと思います。 以上が第2節でした。次に最後の第3節に行きましょう11ページの内容です今まで見てきたようなデータの収集そして分析解釈の後に続くのはこの3番目ですデータの公表あるいはデータの分析結果解釈結果の公表というプロセスですこの公表によってですねまた新たな 影響が生じることがありますので、これについて見ていきます。実は先ほどの,あの第2節でも、部分的に登場した人たちですけれども、調査利用者ですね、その立場としてどんなものがあるのか見てみましょう。実はですね、丸一番のように、こういう調査をやってください、その結果を知りたいんですという形で委託する人というのがいます。 こういった人であればあ,のある程度具体的な利害関係を持っていると思いますあるいはこのテーマに直接関わるような関係者もいるでしょうあるいはそれとは関係のないしかし関心を持つような一般市民もいるでしょういろんな調査利用者がいると考えるべきですそれぞれの人がそれぞれの考えを持ちます例えば自分の生活になんか便利な結果があればいいなとかですね逆に 多くの人が不都合に感じる、しかしこれまでは隠されていて、実は大事な真実も知りたい、こういった結果に対する期待もあるでしょう。情報の管理に関してもいろんな期待が生じます。一体こういった公表内容、どんな経緯から出てきたんですか詳細を知りたいという場合もありますね。場合によっては、いや、私はそれはちょっと、えー、疑わしく思う。 検証ししてほしいこのような期待が生じるここともあります、えー、こういったさまざまな期待があることをあらかじめ想定して次のようなことにこれをすべきではないでしょうか利用者の尊重いろんな利用者がですね納得できるような内容をできる限り調査実施者は用意しておくことが必要でしょうならば 多くの人が、あるいは関係のある人、それを求めている人が必要とするような内容をしっかりとまとめて示すことが必要と思われます。面白い、新しい、有益な情報をきっちりとまとめていくことが求められるはずです。具体的に次のページで見ていきましょう。12 3-2、ページでで、す。そのの調査の結果を見ることで 聞くことで、利用者の中にはどういった影響が生じるのかということを少し具体的に考えます。一番。顕在的な影響。明らかに生じる。あるいは明らかに生じるはずだという作用です。とてもわかりやすいものがあります。 因果関係がはっきりするような調査結果です。次の図を見てみましょう。これは、例えばある政策を行ったときに、こういう結果になるんですよというような場合が分かりやすいと思います。あるいは政策的に何かしなきゃいけないというような問題ですね。何かよからぬことがあったとしましょう。それで、結果的に悪いことが生じたとしましょう。 何がそれをもたらしているのか、媒介要因が明らかになったというような場合が考えられます。いい結果を生む場合もあります。ある試みがありました。すると、ある素晴らしい状態が生じていました。これが生じたのは、こういった媒介要因、あるいは、こういった媒介要因によるものだった。こんなことが分かったりもしますね。もしこうであれば、 じゃあ、B という要因が生み出せるように、D という要因が生み出せるように、何か新しい働きかけをしようじゃないか。このように調査結果を見た人が考えるのはとても自然なことのはずです。このように、単にこの 今見てきた B や D っていうのがいいものだったらしい、そうかというだけではなくて、それを踏まえて、じゃあこうやってみよう、ああやってみようという考えが生じる、このよう,かこのようなことが典型的な社会調査の,その応用の仕方と言えるわけですから、まあ、健在的な作,業作用の一つと言えるでしょう。こういったことを踏まえると、ですね。 あるいは、まあ、こういったこと以外にもですね、いくつか影響の、影響の範囲が、あるいは影響の、影響する事柄があるとわかります。人々の関心を喚起しますね。そして、これはいいことだ、悪いことだっていうような判断も生み出しますね。そして、こうやったらいいんじゃないか、ああやったらいいんじゃないか。何か行動、これを一般に処置と言います。 あるいは対応とかも、えー、言われますこの採択が生じるでしょうこのように、まあ、具体的な人々の判断や行動を生み出すというのが社会調査の非常に、えー、そのダイレクトなです、ね、影響と言えます。しかし、100%そういった行動を予測することは難しいです。その調査を行う人、リポートを書く人が、ね、こういった予測することは難しい。 もうだからといっていや、そんなん知ったこっちゃないというのはあまりよろしくないでしょう。ある程度、狙いを定めること。こういった政策が起こるといいな。そう考えて、その根拠となるデータや分析を行っていく。こういったことがですね社会調査には求められることが多いと言えます。しかし、こういった簡単な あれ簡単というか、ですねあのそのはっきりとした影響が及ぶ場合ばかりではありません。次のページを見てください。2番。潜在的機能と一般に言われるような影響が生じることも考えておく必要があります。潜在的というのはどういうことかまあはっきりとしていない、目に見えないということです。言い換えれば 明確に予想することはできないような作用です。これに関してまあ、あの代表的なのはですね。人々の。情動的な。うわー。これはなんやとかですね。えー、こんなことになってるのかとかですね。まあ、驚きや感動を持ってですね、えー。受け止められるような調査結果の場合。 まあそういった、情動的、感情的なですね反応や印象を生む場合があります。まあ、すごくあの典型的な例としては、次のような例です調査結果としてですね3割が不合格だったとかいう、まあ、例えばどこかの予備校のですね合格実績が明らかになったとしましょう。 これに対して別の予備校について調べてみたら7割が合格だったということが分かったとしましょう。同じ結果なんですが7割と3割というその裏返しですよね。しかし何かの弾みでこのようにですねこの両者を並べてしまった場合一般の人たちは なんとなく7割合格の方が過ごそうということで、この図で言うと、A 予備校の評価ばかり高めてしまうということが往々にして起こります。何が言いたいかというと、まあ、これは実はまあ心理学ではとても重要な例なんですけれども、今言いたいことは、その心理学的な、えー、効果、云々ではなくって、えー、その、 書き表された、あるいは報告された結果がその事実がどうかということを別にしてすごいなとかこれはあかんなとかいうような感情的な反応を引き起こすことがあるということですこのようなことを考えると潜在的な反応もしくは機能としていろんなことが考えられます 実はあの、社会調査の分野でよく知られるのは良、ね、くない影響です、まあ。いい影響が起こることもあるんですけれども、報道被害、客観的に報道したはずが、それによって被害者が出てきた。調査被害、純粋に調べ事をしていただけのはずが、何かよからぬ結果を生み出したというようなパターンです。今詳細は省略します。これを一般的に言うとです、ね、あるいは、その… 広い広がりをですね捉えてみると人々の尊厳を左右する場合がありますこんなひどいイメージを植えつけられたといった場合などですそういったひどいイメージのことを一般にスティグマなどといいますそれからここはすごいらしいとかですね認識を左右してしまう場合によっては A 予備校はなんかすごいらしいというようなですね えーまあ、良いイメージだったらいいんですけれども、まあ、そういったステレオタイプを生み出すことがあると。それが行動を生み出すこともあるわけですね。さっきのように、予備校に、えー、希望者、えー、入校、入塾希望者が殺到するというような場合ですね。このように、その調査の結果自体と半ば独立してですね、いろんな反応が生じるという場合があるので、意外と社会調査の報告の仕方というのは難しいんですね。 その行く末、影響の範囲を100%予,告すること予測することというのは非常に難しいです。しかし、やはりさまざまな反響をあらかじめできるだけ考えてお,こおくことというのは重要ですね、まあ。特に誰か被害者が生じるなどということがないように注意するということが、まあ、社会調査の実施者には求められるはずです。では、えー、これが最後の5分訂正となります。見てみましょう。 何か、えー、政策的に実現させたい目標、目的があったとしましょう。この目的が実現したか否かということで、ある政策 A と別の施策 B をやってみた、その効果を調べてみたとしましょう。もし A の方が正の効果、これつまりプラスということですね。 プラスの効果を持っていたということが分かった場合、どういった影響を持つでしょうか第一義的に個人アイデンティティの尊厳を左右するって書かれてますけれども、どうでしょうかちょっと変ですね、普通に考えて A の方が良さそうだったというわけですから、よし、A の方法をもっと大々的に採用しよう、こういうふうに思うんじゃないでしょうか。えーなので まあ個人アイデンティティのは尊厳云々というよりは、まあ、例えばこういうふうにか、えー、書くべきでしょう、優先して採用,採用するべき施策を左右する。などです。まあ、このちょっと書き換え表現はですね、えーとまあ、ちょっと私が作ってるので、少しぎこちなかったりしますが、まあ、このように、まあ、あの明らかに間違っている記述があったら、気づいてもらって、いや正しくはこうやろう、あっと。 考えられるようにしてもらえたらと思いますではこの説の最後の内容を見ておきましょう応用的な論点ですこれに関しても非常に難しい点がさまざまあります例えばですね今言ってきたようなこういう政策がいいだろうなんていうふうに言ったとしてもいろんなことが問われますほんまなんか特に政策的な議論の場合真に受けていいのかっていうわけですね いろんな調査結果が出てくることが一般的です。この調査結果を信じたらいいのか、それともこっちを信じたらいいのか、何を信じたらいいのかというわけですね。あるいは、こういうやり方がいいというふうな発表がなされたが、本当にやっていいのか、本当に、例えば副作用はないのか、悪い影響はないのか、責任は取れるんですか報道機関の人。 研究者の人、まあ、こういったです、ね、さまざまな疑問が出される場合があるわけですからこれは非常に難しい点ですこれに関して、まあ、一概的な、まあ、一概にですね、こうするといいということはここでは言えませんから基本的な原則だけ確認しておきましょう客観的に正確に分析結果を紹介したからそれ以上のことは責任も取れませんとかですね、そういう開き直りはやはり良くないんですね あるいは、どう感じるか、どう考えるか、読んだ人次第なんですけれども、そんなことはそれぞれの勝手だろうというような開き直りも少しよろしくないですね。自分が実施して、自分が発表したレポートの結果、報道の結果なのであれば、その後も誠実に対応するのが一般的には大事だと考えられます。これは、あのー、これに限らずこの回では、 いろいろな調査事項を述べてきました。調査協力者に対して、調査実施者に対して、そして調査利用者に対して、いろいろなその応答責任があるんじゃないですかということでした。こういったことは、まあ、現に調査をやっている人たちに求められるわけですし、この授業で調査レポートを書いてもらう皆さんにも、あるいは えー、皆さんが今後、4回生になって調査、レポートを書いて、卒業論文を書くような場合にも、同様に求められると考えるべきです。このような意味で、まあ、非常にさまざまな場所でですね、さまざまな、えー、立場の人に関わってくる、大事なことを、まあ、ここまでで確認してきたと、えー、言えるでしょう。 はい、えー、まあ、こういったようにですね、まあ、あのー、影響の範囲を考えると、まあ、いろんな人のま責任がえあるいは倫理観のようなものが大事になってくるという話でした。まあ、具体的な事例やですね、具体的にどういうことをやればいいねという、えー、話については実践編の方で少し触れますので、今はここまでとしたいと思います。ただ具体例がいくつかあります。15ページですね。まあ例えば、えー、医療分野、看護分野ではこんな倫理指針がありますよとかですね。えー、社会調査の 社会調査協会というのがありましてそこでは倫理規定としてこんなものが掲げられていますよということがあります実は教科書にもですねこの倫理規定のことはですね紹介されておりまして、えー、例えばですね教科書の13ページでこれは第1章の内容なのでテスト範囲の内容なんですけれども調査と人権の関係について書かれたりします 13ページです。それから先ほど触れた倫理規定に関してはあ、ごめんなさい、社会調査倫理考慮の方ですね、まあ、倫理規定に基づく具体的なガイドラインなんですけれども、これが 18, ごめんなさい18ページに掲載されています。こちらです。 これも各自で教科書で確認しておきましょう。実はこの分野はとても大事なので、この分野というか今回の単元はとても大事なので、まあ、教科書を使って、そのまま期末、えー、テストに出題したりもしますので、この第一章は〇〇テスト範囲ですから、しっかりこの期間に読んでおかれるといいかと思います。資料の方に戻りまして、最後1ページだけ見ておきたいと思います。表彰の問題ということで、 まあ福島第一原発での事故の報道やそれをもとにした作品が与えたまあ倫理的な問題、社会的なえまあ論,論争みたいなものについてもですね少し紹介しています。まあ、こういったことがまあ過去、こういったものが過去、えー、期末テストで出題されていますので、えー、見ておくといいでしょう。はいまあ、その他、資料の方にはさまざまなんだ。 えー、例文、例題などがございますが、まあ、各自でテスト対策として使ってください。今は読み上げることはしません。はいえー、というわけで、まあ、第2項の内容をもとにですね、えー、やってきました。以上がこの、まあえー、3回目の授業の内容、理論編第2回の内容でした。これで、えっと、今日の内容の 真ん中の映像を終わりにしたいと思います。ちょっと長くなってしまってすいませんでしたが、えーまあ、大事な回なので、繰り,り返し勉強してほしいと思います。では、これで終わります。